今回はカット編集なしの動画でございます。まあラジオ感覚でね、ぜひ聞いてみてください。で今日は7月31日ということで、夏休みが約10日かな、終わりました。どうみんなどう、夏休み楽しんでますか？まあ、楽しんでね、ぜひ欲しいとこなんですけど、まあ、特に受験生の方なんかはさ、こう夏頑張んなきゃって思ってた方いると思うんです。でも7月の自分を振り返った時に、なかなかうまくそれができてないね、ダラダラしちゃったとか、やるべきことがやれてなかったなんていうことで自分を責めてしまったりとか、まあ、へこんでしまってる方も少なからずいるんではないでしょうか。もともと塾講師やってたんでね、いろんな生徒見てきて、まあいるわけよ、そういう生徒がね。でそこで切り替えられたらいいんだわ。だって8月まだあと30日ぐらいあるわけよ、夏休み。そのさ、4分の1をちょっとねうまくいかなくても、だって4分の3うまくいったらさ、まあまあいい夏になるよ、絶対大丈夫。だからみんなも今こうへこんでる方も、今回伝えたいのはね、切り替えていこうぜって。だって今それまで部活とか頑張っててさ、やっぱりこうリフレッシュしたいわけよ。だからこの10日間はリフレッシュ期間だったんだって、 OK って、次頑張るために休んだんだ、 OK って思えばいいじゃん。でもそう思ってほしいんだよ。でもさ、なかなか思えないんだよね。10日間の自分を振り返って、うわダメだって、俺ダメだって、私ダメだってで思っちゃって、そのまんま引きずっちゃうんだよ8月で。なんだかんだうまくいかなくて、8月31日同じような思いをしてる。てかもっとひどくなってる、もっと自分を責めるよね。40日間さうまくいかなかったらさすがにへこむし、さすがに自分何やってんだってなっちゃう。でそのまま学校始まるんでしょ、まあうまくいかないよ。でそうなってほしくないなと思って、ちょっとね、このちょうどね7月末に今日月曜日当たったからさ、だから動画を撮らせてもらってますと。まあ言いたいこと今言っちゃったんだけど、切り替えていこう。過去はさ変わらないのよ、意味は変わらない、あと事実は変わらないんだよ。あ、ダラダラしちゃったって事実は変わらないのよ。でもその意味付けを変えようぜね。今日やることが分かっててさ、ダラダラしちゃったって、まあ、ダラって思うこともできる、まあ、それがさ次に繋がるならいいけど、なかなか繋がらなそうでしょ。だからリフレッシュするための10日間だったんだって。こっから30日間、長いぞ30日頑張るの。でもその30日間を頑張りきるためにこの10日休んだんだって。だから今日からが勝負だよ、まあ、この動画を見てくれてるのがね、もしかしたら8月入ってるかもしれないけど、こっからが勝負だよみんな。十分あるから30日間、十分だよ十分。こっからの頑張りで、その7月のダラダラしちゃった自分なんてもう全然上書きできる。だし8月頑張れたらさ、あ、やっぱりさここで頑張るためにあの10日間あったんだな、 OK ってなるから、それでいいじゃん、いいんだって、へこむなって、うん、っていうのが伝えたかったのよ今回ね。で実はこれ撮ってるのはね、もう夏休み始まる結構前なのよ。スケジュールの関係でね、結構前に撮らなきゃいけなくて今撮ってんので、多分前の動画で発表してるけど、まあ、俺も夏休みね本を書くっていう目標があって多分頑張ってるはずで、もしかしたら俺も頑張れてなくてさ、この動画もブーメランのようにね自分に刺さってるかもしれない、まあ、そうなってるかもしれない、ならないで頑張ってると思うけど、いやもしなってたらね、俺にも言いたいわけよ、気にすんなって、もうこっからだよって。うん、だってね、まあ、やっぱ人間だからさね、毎日こう同じようなモチベーションではいられないし、波はあるから、ある。でも自分のやるべきこととか、今から今日のやるべき量とかをきっちりコントロールしながら一歩一歩前に進んでいこう。いい？1日1歩、1日2歩の日だっていいよ。でも調子がいいから今日は10歩20歩30歩いける日があってもいいじゃんか。それをうまくコントロールしながら8月の31日間これを使って、あ、結構遠くまで歩けたなって、結構高いとこまで登れたなってしようぜ。1ヶ月あるよ、1ヶ月、これは大きいだから、あのでもね、前も言ったけど、全部が全部勉強とかスポーツとかね、やるべきことに全部時間使え、そこまでは言わないよ。メリハリが大事だから、息抜きをするときは息抜きをする、いいのそれで、いい、しっかりメリハリをつけて総合的に見て、いい夏だったな、いい夏休みだったなって思える8月にしていこうね。8月が終わった時にみんなの表情、今覚えときな、自分のこの表情どういう思いをしてるかって、なんか裏紙に書いときな、自分に対する思いとか、何やってんだ私とかもいいから書き殴っときな、それ取っといて8月31日にそれ見てごらん。その時にそれを、うわこんなこと書いてたなって笑えるのか、それとも、はあ、何も変わってねえじゃんってなるのか。まだこっからみんな未来は作っていけるんだからね、いい8月にしていってください。
はい、ということでちょっと暑苦しくなりましたけど、今回もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週からはね通常通りの普通にね何かこうお伝えする動画となりますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、今日一日、そして今週1週間、そして8月、今月1ヶ月間ね、いい日々を過ごしていきましょう。それじゃまた来週もそうだし、あとあれか、生放送ね、明日またお会いできたらと思います。あ、明日は生放送できませんね。あ、できるかな、ちょっとわかんない、ごめん。あのスケジュール入っててどうだったっけな、できるかもしれない、もしかしたら明後日かもしれないんですけど、ぐらった。あのね、明日か明後日また生放送でお会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。いい夏にするんだぞ、頑張ろうね、お互い。